はい、今から石寿司さん夜登山をしたいと思います。西の川から出発、上司車に行くまではざっくり2時間半、着くのが2時ぐらいになるかな。はい、歩くこと15分、真っ暗で分からんけど、土小屋と成就社の分岐点に来ました。まぶし注意、真っ暗でビデオカメラにはほとんど何も映らんね。さあ、こっから2時間半成就社まで頑張ろう。間違えました、どうやらここが土小屋と成就社の分岐点のようですな。土小屋はこっちで、成就社がこっちということで行きます。石畳が続きます。廃墟の中を歩いてます。道が遅いんで気をつけなければ。ここを渡るんか。夜やったらやけに怖く感じる。よいしょ。歩き始めて1時間15分、877メーターで、どれくらい、3分の1っていうとこやろか。結構道のりは長いっすよ。登山始めてから2時間経ちました。登山を始めてから2時間経ちました。分岐点から次の分岐点までのちょうど間ぐらいに来たかな。西の川から約4キロ地点まで来ました。もう2時間半近く経ってます。めっちゃしんどい。ビデオには映らんかな。街明かりが見えます。事前の地図には載っていない分岐点がありますね。こっち行こっか。ちょっと書いてある。はい、また看板発見。石槌ロープウェイの成就社駅とほぼ同じ高さのところまで来ました。分岐点まではあと10分ぐらいかな。ほぼほぼタイムテーブル通りですね。さあ進もう。もうそろそろ合流地点でもよくない。看板明記、合流地点が遠いな。よっしゃ。